はい、ボノボの研究をしている横山拓政です。今日はボノボのメスの性視聴について話をしていきたいと思います。写真をご覧の通り、ボノボのメスは性視聴という特徴的な生理状態を見せます。今日はこの性視聴が一体何のためにあるのか、どんな役に立つのかについて話をしていきたいと思います。今日の話はボノボのメスの性視聴についてです。ご覧の通り、ボノボのメスはお尻の周りがピンク色に腫れ上がる特徴的な生理状態を見せます。これが性視聴と言われているもので、メスが発情して排卵目に近づいて妊娠する可能性が高い時期になると、このように生殖器周りの皮膚がピンク色に腫れ上がります。私のチャンネルのコメントを見ていると、ピンク色に腫れ上がった性皮を見て驚かれる方が非常に多いです。実は排卵日が近づいて妊娠する可能性が高くなる時期に性皮の主張を示す、このような身体的な特徴は他の猿などではほとんど見られない特殊な生理状態だと言えます。この性皮主張はボノボのメスが排卵日を知らせるサインとして役に立つのと同時に、私たち研究者にも役に立つシグナルとして利用することがあります。私たち研究者はボノボの観察を始めるにあたって、一番最初に行うことが個体識別です。観察対象であるボノボそれぞれに名前をつけて、顔や身体的な特徴を見て、どの個体がどんな行動をしたかという記録を取ります。ただご覧の通り、ボノボの顔は非常によく似ていて、慣れるまでは顔を見るだけでは個体識別をすることは非常に難しいです。そこで個体識別をするために用いられるのがメスの性皮主張です。ご覧の通り、ボノボのメスの性皮主張はそれぞれ異なる形をしています。例えば左下のサラという個体は縦長に膨らんだ性皮主張をしているのに対して、隣のユキという個体の性皮はゴツゴツした形をしています。このようにそれぞれのボノボが異なる性皮主張の形を示すので、この形の違いを覚えることで簡単に個体識別をすることができるようになります。このような性皮主張はボノボだけではなく、同じパン族のチンパンジーのメスにも見られます。チンパンジーのメスもボノボのメスと同様に、排卵日が近づき妊娠する可能性が高くなる時期に、メスはこのような性皮主張を示すようになります。この性皮主張をオスたちが見ることによって、交尾をめぐる競合が起きて、メスはより強いオスとの交尾が可能になるとも言われています。残念ながら日本の動物園ではボノボを見ることができませんが、チンパンジーであれば動物園で見ることができます。ぜひ動物園に行った際には、このメスの性皮主張に着目して観察してみてください。もし性皮が主張しているメスがいたら、普段おとなしくしているオスのチンパンジーがそわそわしている姿が見られるかもしれません。はい、今日はボノボのメスの性皮主張について話をしました。以前の動画でもこのボノボのメスの性皮主張について詳しく解説をしているので、興味のある方はぜひそちらの動画もご覧ください。ピンク色に這い上がった性皮を見て、痛くないの、病気なのと心配される方もいるのですが、この性皮主張はボノボのメスにとっても、私たち研究者にとってもとても大切なシグナルで、他の猿や類人猿ではほとんど見ることのできない特徴的な生理状態です。